パリーグ日本ハム5から6楽天、2024年9月16日楽天モバイル。日本ハムは3対2とリードしていた7回に4点を失い、楽天に逆転を許した。3点を追う9回に四万塁、松本剛が7月30日のオリックス戦、エスコン F 以来となる敵地打をセンター前に運んで1点差に迫ったが、あと一歩及ばなかった。楽天に連敗を喫したが、新庄剛志監督の表情は明るかった。 負けたけど、ベンチはもう、どんちゃん騒ぎですよと自ら口を開き、7回に逆転されて、まだまだこれから、全然いけるいける、ってもうすごいっすよ、最終回も、あそこまで行って、耳が痛くなるぐらいすんげえ声出して、いい試合でしたよとベンチの盛り上がりを満足げに振り返った。新庄監督との主なやり取りは以下の通り、マイナス66球で5回2失点で金村を変えたのは、まっすぐが良くなくて、 金村君の球の質っていうのがちょっと。本塁打を打たれた、小郷君と辰巳君に合うかなって。で、宮西君、しっかり抑えてくれて、柳川君は球の質がね、抑えやった時と違うんで、もう一回、前の柳川君のボールに戻してきてもらうから。ファームで、いい経験はしたと思う。9回には松本剛にも一本出た。よかった、欲を言えば、ファーストランナーは、ダイソーの磯畑君だったので、笑い。 レフト線にフラ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 って取れるか取れないかぐらいのとこに、ね。ははは、贅沢なね。から12日の全体練習で直接指導した効果か。いや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 、それはもう、もともと実力のある選手なんで、感覚さえ戻れば一気に。ただ今日のヒットでいい感じに、こうやって打てばあそこに飛んでいくんだっていうのが気づいたと思う。